まあ、今タンガの、ね、交番前にいますよ、はい、ここはねクエストで、はい、こっち行くとねタンガ市場がありますよ、はい、ここのね目の前ね、はい、このカレーだしって書いたね、はい、このお店に行きたいと思いますが、はい、まあ、一応ねこのホリエモンプロデュースって書いておけど、これがねちょっと著名人の作るカレーがね、そうそう、賛否両論分かれると思うんですけど、はい、そこはねしっかりホリエモン関係なくね、レビューしたいと思いますよ、はい、ここから見える小倉城ね、綺麗ね、綺麗やね、いや、ここから見る小倉城結構いいっすよ、うん、ビューポイント、うん、ビューポイントここですね、はい、で注文がですねスマホでやるんですよ、はい、だからちょっと初めて行ったら戸惑うと思うので、はい、そこもねちゃんと解説してるんで、はい、でもう開店前から行列やったもんね、うん、すごかった、俺らそれの一番やったもんね、一番乗りで食べましたよ、はい、皆さん並んですごいでしょすげえしょはい、これですね、中ねスマホでしかねメニュー見れないんでね、はい、ここである程度見て決めた方がいいと思いますよ、はい、これが、相方の食べたチキンカツカレーかな、はい、でこれこれとか生卵とか、はい、これとかこれとか、オプションっていうか、うん、そういうねオプションで選べるんでね、はい、それを食べました、はい、で私がですねこの普通の基本のカレー何も入ってないやつを食べましたよ、クレーです、うん、の辛いやつをね、はい、食べました、カレーの種類はこれだけですね、はい、トッピングでねいろいろ選べるみたいなんで、それもね食べてみてくださいね、はい、じゃあ今から行きます、はい、世界で初めてね食べるんです、僕たちが一番に並んでますから、世界ではないと思われますけど世界で初めて食べる人間になるんやね、ああまあまあね、そうしようか、開いた、すげえ人が続々やってくる、すげえ、ここに QR コードが書いてるんで、ここから読み込んで注文しますよ、スマホで、一応スマホの注文の仕方ですね、こんな感じですよ、気になる方は一時停止してみてくださいね、注文がね QR コードからなので、はい、これ今 QR コード読んだ状態ね、はい、今ね、はい、でメニューに行ってリクルート、リクルート、はい、おお、なるほど、そう ID とかないんで、うん、そのままカレーだし、あカレーだしね、ここから選ぶよね、はい、売り切れっすね、全部売り切れ、はい、カレーだし売り切れ、ああ売り切れになっとったよね、売り切れやったっすね、ああ、あった、ああ、はい、じゃあ普通に食べようと言ってた、はい、はい、基本のカレー、ご飯を普通、普通ですね、はい、はい、トッピングなしでね、はい、はい、それから相方がどう、この卵の元やつやなかったかな、あ、そうか、うん、チキンカレーかな、うん、じゃあこの辛さ普通のチキンカレー、うん、はい、あ、じゃあ俺辛さ辛いにしとけばよかったかな、あれか、じゃあどうするかな、カートを見る、うん、でこれを変えられるかな、ゴミ箱入れて1回、じゃあゴミ箱に入れて、うん、でもう一回戻って、あ、注文してください、中辛、うん、中辛にして、ちょっと見えんけど、うん、はい、でご飯を普通でカートに入れて、でいいかな、これで、うん、それでいいね、カートミールでね、スピンカルス、うん、で注文する、送信しました、はい、OK やね、はい、荷物のねある方はこの下にね、はい、でけえ荷物入れがあるんでここ入れてくださいよ、はい、水はねセルフなんでね、はい、プレーンにね、はい、何も入ってないですからね、はい、食べてみるね、
で辛さはあるやつよね。辛さはね、あります ね、辛いやつね。うん、どうだよ、うん、どうだろう、辛みがきて、ちょっと待ってね、もうどうだろう、うん、だしの感じもある、うん、なんかね、鶏だしがね、うん、売りに出とるから、うんうん、先にで、うん、細かい、はいはい、玉ねぎのおおお感じがあって、なるほど、うん、なるほど、うーん、ちょっとご飯来た、うん、食べるね、はい、うん、ね、うん、甘みもあるかな、うん、甘みもね、うん、あって、あ、これうん、結構万人受けする味だね、うん、なかなかありそうでない感じの、うん、どうやろう、うん、あるっちゃあるかも、ここ、いや、でも、うん、だしって言われたら本当だしやと思う、うん、でもココイチとかでは食べられんかれば、うん、なるほど、うん、俺何も入ってない、取れないけど、うんうん、これでもどんどん進めていかれる、うん、満足いく感じ、うん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 、なるほど、値段的なあとは釣り合いかな、あ、うん、これを、まあね、うん、考えて、味はね、うんうん、本当その著名人がその先導してやっとるような感じのあれではなくて、ちゃんとした、うん、味してる、ちゃんと作られてるってこと、うんうんうん、その名前だけとかじゃなくて、そう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 、ただの名前貸しやろとか、うんうん、この金儲けのためにとかではないような感じの味やね、しっかり長続きするような味、うん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 、結局ほらココイチってこのいろんな人に、うんうん、愛される味やからここまで広まってて、その感じをちょっと狙っとんかもしれんね、うん、それにちょっと出汁がプラスされて、なるほどね、で、うん、感じかな、うん、うん、美味しいわ、なんかずっとルーを食べてるから、うんうんうん、やっぱ美味しいんでしょうね、うんうんうん、旨味があるね、ご飯だけ残るパターン、あー、そうやね、カレーの中に旨味がある、うん、ちょっとこれかけてみて、福神漬けもね、はい、これ食べ放題ですけどね、はい、これを食べ放題って言ってもね、はい、閉めて、はい、はい、ちょっとかけていただきますね、はい、うん、あ、これお腹空いとる人とか、うん、男の人はご飯少ないからね、ちょっと、うん、あれと大盛りにした方がいいかもしれない、うんうんうん、で辛みについてないけど、結構食べ進めていくにつれて、うん、辛みが、ま、増幅していく、なるほど、ね、後から来る辛みってことね、うん、そう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 、うん、あ、でもこのルーをうまいわ、うん、うん、スケさんのカレーがさ、はい、結構辛いやん、はい、あれ辛いの、うん、結構好きで食べよったんやけど、はい、うん、その辛さよりも、あ、でも似とるかな、ちょっと辛さ的には、うん、うんうん、でもコク的にはこっちの方があるかもね、あ、うんうん、やっぱ出汁なんや、咳込んでた引っかかるから、うん、うまい、はい、じゃあこれ、はい、これね、これチキンかね、うん、これはチキンカツカレーです、結構でかいね、でかい、もう、うん、まあ、鶏は使っておき、やっぱね、うん、もう鶏屋さんやもんね、うん、もう、うん、じゃあちょっと、うん、行ってみて、いや、これ普通の辛さでも結構辛いよ、あ、ほんと、あ、マジで、まあまあ、子供にはちょっと辛いかもしれない、あ、マジで、うん、うん、いや、俺の辛いの後でちょっと、あ、そういう辛いのダメか、いや、行きます、行きます、ね、じゃあこっちもご飯と絡めて、うんうんうん、あ、ほんと、うん、ふわってなんか、出汁が香る、どうやろ、出汁香るやろ、鼻から抜けていくね、うんうん、あ、ほんと入ってますねって感じやもんね、うん、あ、すっごいほんと、まろやかな味だ、これねやろ、うん、
まあ分かる、万人受けっていう、うん、そうやろ、うん、だこういう風に作らんとやっぱはね、はい、お箸でかつ、うん、何、あ、お箸で、お箸ここにありますんでね。まあ分かると思うけど、さすがにこれで食べるんやね、はい、スプーンじゃちょっとひっくり返しそうなんですよ、うん、でも分厚いカツだね、ほんとだ、うん、食べ応えがあるねこれは、うん、カラッと揚がって美味しいこれ、ほんと、ほんで鳥屋さんやってね、ほんとね、こういうとこ強みやね、お、サクサク、あ、音がする、うん、こいいね、しっかり揚げてある、うん、いいやね、これと、うん、とそのご飯とね、カレーと、おお、いいね、いいね、いいね、うん、うん、うまい、うまい、このルー、いや、こっちのルーちょっと、じゃあちょっと、うん、ちょ、こっちのルー、うん、あ、あ、いきます、うん、辛いよ、辛いやろ、うん、辛いやろ、ちょっとそっち行って、あ、いいです、いいって言ってもね、はい、ね、バリカレーし、うん、全然違うよ、こっち甘いよ。全然辛さ違うね、うん、いや、こっち、うん、最初これやったら、うん、少し辛いかな、あ、マジで、そう思います、おう、こっちが辛すぎる、あ、そうやろ。結構こっち、あの、辛いの辛いんで、うん、あの、これだって色味ちょっと違うよね、あ、ねえ、色も違うよね、もう大人用で、うん、わ、でかっ、ちょっと、あ、食べる前にちょっと、うわ、でかっ、でかいよ、うん、でかいよ、これは食べ応えあるわ、うん、ほぼ1枚ぐらいあるんだね、やっぱすごいね、うん、うん、これ結構お腹いっぱいになるんじゃない、なりますね、ねえ、ご飯の量的にはどう、このチキンと食べ合わせて、食いしん坊は、うん、もうちょっとあったかな、あ、マジで、うん、ちょっとあれかな、ルー少ないかな、あ、吸ってるんだ多分、あ、これがね、うん、あ、なるほどね、もうちょっと多くてもいいけど、うん、多分これ普通のご飯の量にしてるから、うん、ねえ、うん、やんちゃやね、うん、映すなよ。やんちゃぶり映したらいいや、やんちゃすぎるやろ、うん、下手くそなだけや。いや、ほんと、うん、食べ応えあるね、ねえ、ちょっと俺もチキン1個欲しいな、あ、どうぞ、うん、あ、それ、うん、それつけてみる、はい、オッケー、もうね、個人付けはね、うん、マストやけね、マストですね、うん、いいよね、はい、どう、いいね、ちょっとカレーもつけて、うん、うん、間違いない、間違いない、うん、おお、うまいね、やっぱ、なんで福神漬けってカレーなんやろうね、あ、そうよね、カレーしか合わん、なんか普通にご飯食べるときは福神漬けって合わんような気がするね、うん、なんか和食でね、ギリ焼き飯とか、おお、そうやね、どうぞチキン食べてみて、おお、ちょっとこれ開けてもらっていいか、はい、じゃあね、これちょっと俺も食べてみるね、はい、いただきます、うん、うん、あ、ザクザクやね、ねえ、うん、サクサクでしょ、うんうん、鶏の店は、うん、ほんとやね、鶏の店やけ、うん、いい感じやね、うん、うまいわ、うん、うん、この、いきなりこの鶏が手作り感があるよね、ねえ、ねえ、へえ、ちゃんとで合うんよね、うん、うまいわ、うん、これいける、うん、チャンネル登録グッドボタンよろしく。